次に斉藤元議員に質問を許します斉藤元議員私は日本共産党議員団の一員として先に通告した事項について質問いたします まず、港地区における給水施設の整備についてです。港地区においては、いまだ住民,住民人口の約4割が飲料水の確保が困難な状況に置かれています。それらの方々は、沢水や浅井戸による、決して水質が良好とは言えない水源に頼り、 日常生活において大変な苦労をされています。科学技術が発達し、ICT を活用した未来志向のインフラ整備が進む現代において、今もって飲料水の水道施設の整備がされていないという状況は、行政が責任を持ち、一日も早く改善しなければなりません。藍津若松市議会は、 港地区における市民との意見交換会を通じて、同地区が長年にわたり飲料水の確保に困難を極めている状況を改めて認識し、昨年7月、港地区における水資源問題に係る検討委員会を設置しました。そして、現地調査や地元区長会との懇談会、また、 これまで市が行ってきた港地区統合簡易水道整備計画など、同地区の給水施設整備にかかる取り組みの経過等を聴取し、本年5月までの間、17回にわたり委員会を開催し、港地区の給水施設整備がどのようにあるべきか検討を重ねました。その結果、委員会では第一に 対象集落では蛇口をひねればいつでも安心安全な水が出る状態が実現されるべきである。第二に衛生的な飲料水供給は生活するための最低限の社会資本であることから対象集落での施設整備はこれまでの市の補助制度による集落主体ではなく給水区域と同様に市の責任で行うべきものである。 など、四点の合意形成事項がまとめられ、議会はこの内容を中心とした決議を、六月議会において、全会一致で採択いたしました。誰もが当然と考える内容が、ここにはあったからであります。そこで、港地区が、なぜ飲料水にも事欠く状態に置かれたままになっているのか、港地区において、 給水施設整備が進まなかった理由についての認識をお聞きします。議会が設置した港地区の水資源問題に係る検討委員会においては、給水施設工事費、補助金の交付等に関する要綱が、地区集落任せで整備を進めるためのものになっていることや、補助の対象が給水施設整備の水源、及び 排水地に限定され、排水管整備などが補助の対象外になっていること、また、ボーリング調査など、水源確保にかかる費用が、補助額上限の範囲では、不十分であることなどが指摘されました。補助要項における、これらの問題に対する認識をお示しください。また、先ほど紹介した、 議会による港地区の水資源問題に関する決議に対する認識と安心安全な飲料水を市民が安定的に確保できるための施設整備についての市の責任についての認識をお聞かせください。さらに本年7月8日、港地区区長会は市長に対し港地区における給水施設未整備地区の 早期解消に向けて、4項目からなる陳情を提出しましたが、その陳情内容に対する認識と、今後の対応をお示しください。中項目の2点目として、港地区の給水施設整備にかかる新たな方針と計画についてお聞きします。港地区の給水施設整備について、整備手法や 財源の在り方、整備完了年次など、今後、どのような方針と計画を持って進めるつもりなのか、その考えをお示しください。港地区以外にも、本市には一基地区や大戸地区、川東地区の一部に、給水施設が未整備となっている地域があります。港地区における給水施設整備の行方は、これらの地域の方々にも、 大きな関心を持たれています。市長の明快かつ明確な答弁を求めるものであります。次に、国民健康保険制度の広域化について質問します。厚生労働省は、2010年度は全国の市区町村国保のうち58%が赤字、一般会計から繰り入れた金額が 三千九百七十九億円に上ると報じています。一般会計からの繰り入れは赤字の補填ではありませんが、繰り入れをやめさせたい厚労省は、繰り入れ額を除いた収支をもって赤字とし、国保財政が逼迫しているとしています。また、高すぎる国保税によって、資格証明書や短期非保険者証の発行が 全国的に高いレベルで推移していると言われていますが、国保の財政難と高すぎる国保税の原因は、国庫負担の削減にあります。1984年の国保法改悪で医療、医療給付費に対する国庫負担を引き下げたのを皮切りに、政府は国保に対する国の責任を次々と交代させてきました。 その結果、国保会計の総収入に占める国庫負担の割合は、1984年におよそ50%だったものが、2010年度には25.6%へと半減しています。そのようなもと、本年8月21日、政府は社会保障制度改革国民会議の報告書を受け、改革内容やスケジュールを定めた プログラム法案の骨子を閣議決定しました。骨子には国保保険者の都道府県移行など医療保険制度改革の実施時期を26ないし29年度までを目途と明記し、プログラム法案をこの秋に開かれる臨時国会に提出する方針であると報道されています。すなわち、 国保広域化の具体的な方針であります。国保保険者の都道府県移行は国民健康保険に対する国の責任放棄につながり、そのことによって非保険者の負担をさらに増大させることにつながる重大な問題をはらんでいます。そこで国保保険者の都道府県移管、いわゆる広域化についての認識を伺います。 8月6日、政府の社会保障制度改革国,国民会議は、市町村国保改革について、国保の保険者の都道府県移行を明記し保険者、保険者移管の方針を打ち出した報告書を提出しました。今後、国においては、この方向で国保改革が進められようとしておりますが、市は国保保険者の都道府県移行を歓迎するのかどうか、 その認識と理由をお示しください。また、6月10日号の国保新聞は、全国知事会など、地方6団体が、国保都道府県化について、国保の構造的な問題を抜本的に解決し、将来にわたり持続可能な制度を構築することとした上で、国保の保険者の在り方について議論すべきと。 慎重な対応をを求める共同文書を首相に提出したことが報じられています一方、国保新聞の同号は、6月5日の全国市長会において、施行時期を明確にした上で、早急に都道府県を保険者とし、市町村との適切な役割分担の下、国保の再編統合をとの決議をしたことを報じています。 これら二つの文書について、市が何らかの意見を述べる機会はあったのでしょうか。あったのであれば、その内容をお示しください。次に、本市における国保の現状と広域化の課題についての認識をお聞きします。まず、国保加入者数と短期非保険者証の発行件数、資格証明書の発行件数の過去五年間の推移の外況と、 その背景についての認識を示すとともに、広域化によって短期書、短期書資格書が発行される原因である国保税滞納は減少すると考えられるのか、その認識と根拠をお示しください。次に、広域化によって国保財政は健全化すると期待できる,かできるのかについての認識とその根拠についてお示しください。 次に、国保は国保法第一条において、社会保障及び国民保険の向上に寄与するものとされ、同第四条において国の運営責任を明確にしている制度ですが、広域化によってこの点は強化されるのでしょうか。その認識と根拠をお示しください。国保、広域化は保険税率決定を含め、 運営の意思決定が被保険者代表の参加と議論を通じて決めることが困難となる可能性があります。また、保険税の収納問題では、被保険者からの納付相談に応じ、実態を把握した上で処理を行うことができるのは、身近な市町村窓口ですが、都道府県が運営主体となると、調査と滞納処分のみが強化され、 非保険者切り捨て、すなわち無保険者増大となることが懸念されます。そこで伺います。国保広域化は地域の実情や市民の生活実態を反映しない画一的な制度になるのではないかと危惧されますが、認識をお示しください。市民の健康増進に係る事業が一般会計においても行われています。 健康増進事業は介護保険制度とともに市町村が運営主体となっていますが都道府県単位の運営主体となると個人個人を対象とする事業において連携ができなくなるとともに国保税の全県一律化などを背景に一般会計における市民の健康増進事業を縮小させることが懸念されますこのことについての認識と そのような事態を招かないためには何が必要と考えるのか認識をお示しください。国が憲法25条に基づき国民の命と健康を守る義務を負うことを考えた場合、国保を含め医療保険制度は国が財政責任を負うべきであり、今、市町村だけが負っている財政責任を改善する必要はあります。 しかし、今進められている都道府県単位化は、この間の流れを見る限り、国の財政責任を都道府県に転嫁し、都道府県がその財政力に見合う医療供給体制を構築するというものであって、国民皆保険制度の解体につながるとの思いを禁じ得ません。私は国保広域化は行うべきでは ないいと考えていますしかし、国の動きは、国保広域化にまっしぐらであり、広域化は目前に迫っているとも認識しております。そこで伺います。国保広域化の具体的内容は、国民会議の報告書によって推察できます。市においては、国民会議報告を前提に、国保制度の変更が、 市民の地震機会の確保や健康維持に悪影響が及ばないよう、今から手立てを講ずるべきと考えますが、認識をお示しください。次に、消防総合大会への支援の強化について質問します。まず、総合大会の目的と効果についての認識をお示しください。次に、現在の総合大会においては、 北江津地方大会以上では実際に水出しいわゆる放水による競技となっていますが市大会にあってはエンジンも起動させず競技を行っていますまた市内のほとんどの分断では北江津地方大会や県大会への出場権を得ても大会出場に向けて放水による訓練を行えない状況にあります 双方大会の目的と効果に照らし、市は市大会を実際の放水による協議会に変えることと、双方訓練のため,双方訓練のために放水できる環境を整備すべきと考えますが、認識をお示しください。以上で壇上よりの質問を終わります。 市長えー、斉藤元議員のご質問ににお答えをいたしますはじ、えー、めに、えー、国民健康保険者の都道府県移行に対する認識とその理由についてであります。社会保障制度改革推進法では、持続可能な社会保障を構築していくため、政策目的を、 最小の費用で実施するという観点から、徹底した給付の重点化、効率化を行うことが基本的な考え方の一つになっております。国保保険者の都道府県移行は、このような考え方に基づき、高齢化の進展、高度医療の普及等による医療費の増大が見込まれる中で、国民皆保険制度を維持するため、地域医療ビジョンの策定主体である 都道府県が市町村と適切に役割分担を担いながら、国保に関わる財政運営の責任を担う保険者となるものであり、地域における医療提供体制に係る責任の主体と、国保の給付責任の主体等を都道府県が一体的に担うことによって、適切な医療体制の整備を進めようとするものであります。また、このこのとによって、 保険者の財政規模が大きくなり、スケールメリットが働くことで、より安定的な財政運営を行うことが可能となります。こうしたことから、市といたしましては、国保保険者の都道府県移行につきましては、国民皆保険制度を持続可能なものとするためにと認識をしておりますが、一方で、全県一律の国保税を課すような仕組みになった場合、 国保税の徴収や、本市で積極的に取り組んでいる特定健康審査、特定保健指導の推進などによる医療費への抑制、医療費抑制への取り組みが損なわれることがあるものと認識をしております。次に、本年6月5日に行われた全国市長会決議に対する市からの意見についてであります。本市におきましては、 国保保険者の都道府県移行について要望したことはありません。しかし、引き続き、県や東北市長会を通じ、保険者が都道府県に移行された場合であっても、国の責任による財政支援の拡充を求めてまいりたいと存じます。なお、その他のご質問については、主観者よりお答えをいたします。 健康福祉部長お答えいたします、国保加入者数と短期被保険者証および資格証明書の発行件数の過去5年間の推移の状況とその背景についてであります、平成24年10月1日現在の国保の被保険者数は3万4790人、短期被保険者証の発行数は372人、 資格証明書の発行数は155人となっております。これらの3つの件数はいずれも過去5年間において年々減少しております。その背景でありますが、被保険者数につきましては、本市の人口減少によるものが大きく、短期被保険者証及び資格証明書の発行件数の減少は、収納状況の改善によるものが大きいものと認識しております。また、 広益化による国保税滞納の減少に対する認識につきましては、広益化の、えの、その具体的な姿は明らかになっていないことから、現時点では、広益化が国保税滞納に及ぼす影響は不明であります。次に、広益化による国宝財政の健全化についてであります。広益化によって、従来から都道府県が担っている医師、診療科の偏在是正や、 過剰投資が指摘される高額医療機器の適正配置を含めた地域医療ビジョンづくりに国保保険者としての給付責任の観点が加わることで医療費の適正化が推進されることが期待されますがその他の歳出項目及び歳入項目がどのようになるのかが不明であることからその動向は推測し難いところでありますなお財政の健全化に向けては 国における十分な財政支援が不可欠なものであると認識しております。次に、広域化による国の運営責任の強化についてであります。広域化は、国が設置した国民会議において、国民皆保険制度を将来にわたって維持していくために示されたところであり、国民健康保険法第1条及び第4条に基づくものと認識しております。また 国民会議の報告を受けて、去る8月21日に閣議決定された社会保障制度改革推進法第4条の規定に基づく法制上の措置の骨子についてはつ、ついてでは、国保の見直しに関する事項について、必要な措置を講ずるに当たっては、地方6団体等との、等の関係者と十分な協議を行うこととしております。このことから、今後、 県や市長会と補聴を合わせながら、国の運営責任が強化されるよう要望してまいりたいと考えております。次に、国保広域化が確実的な制度になる危具についてであります。国民会議の報告、及びそれを受けた確認決定においても、国保税の付加徴収、保険事業などにつきましては、市町村が積極的な役割を果たすことが求められております。 その具体的な内容につきましては、まだ明らかになっておりませんが、本市の実情にあったものにすることができるよう要望してまいりたいと考えております。次に、一般会計における健康増進に係る事業についてであります。一般会計における事業は、市民の健康増進を目的に国保の非保険者に限らず実施するものであります。この度の国民会議の報告につきましては、 それらについての言及がなされておりませんが、健康増進事業の縮小は、重症化する前の予防対策が損なわれるなど、結果して医療費が増大することから、健康増進事業の縮小は考えておりません。また、そのような事態を招かないためにも、健康づくりに向けた取り組みが、市民との共同のもと、多くの市民に支持されることが必要であると認識しております。次に 市独自の対策に対する認識についてであります。本市が現在実施しております特定健康審査、特定保健指導の推進などによる医療費抑制の取り組みや国保税の適正な付加徴収につきましては、大筋では国の方針に沿ったものであると認識しておりますが、今後具体的な姿が明らか,な明らかになった段階で大きな隔たりが生じないよう、 国の動向を見極め、適切な対応を図ってまいります。次に、港地区における給水施設の整備にかかる補助要項に対する認識についてであります。現行の市の給水施設工事補助金の交付等に関する要項につきましては、破壊および共和地区の農業集落排水事業に伴う給水施設の新設等に対する補助から、 適用されたものであり、港地区における一部の集落では、要項に基づく補助制度を活用した給水施設の整備に取り組んでいただいた経過にあります。一方、平成24年度に現地調査を実施した結果、安定した水源がなく、給水施設のない地区や、排水管設備が老朽化しているなど、地区につきまし、老朽化している地区などにつきましては、水源確保や 排水管設備の更新にかかる費用が高額となることが明らかにあったところであり、現行の補助限度内での整備が困難な状況にあるものと認識しております。また、老朽化した施設等の整備につきましては、各地区の現地調査を踏まえ、現行補助制度の精査見直しを図ってまいりたいと考えております。次に、市議会の水資源問題に関する決議と、 施設整備に係る市の責任についてであります。宮戸地区における給水施設未整備地区の早期解消に関する決議を踏まえ、生活の基礎条件となる飲料水の安全で安定した確保を目指し、市の責務として、地区の協力をいただきながら、より地区の実情に合った施設整備の方向性を明らかにした提案を行いながら、給水施設整備後の経費負担、 使用料金に対する十分な理解を得ることが必要であると認識しております。次に、港区長会からの陳情に対する認識と今後の対応についてであります。市といたしましては、給水施設未整備地区の早期解消を目指し、行政の関わりの強化とともに、陳情の趣旨を十分踏まえ、現在その具体的な整備手法について、様々な観点から検討しているところであります。 次に、給水施設備、給水施設整備に係る新たな方針と計画についてであります。港地区における水源確保につきましては、今年度より水源調査を実施しているところであり、引き続き、引き続き調査が必要であると考えております。今後、平成24年度の現地調査の結果等を十分考慮し、短期的、中長期的な視点に立った年次、 整備計画を策定するなど早期に安全で安定した飲料水の確保に向けた考え方をお示ししてまいります市民部長お答えいたします消防総合大会への支援強化についてでありますまず総合大会の目的は消防団員が訓練を通して正しい操作手順を身につけることにより 安全確立かつ迅速な消火技術を習得することにありますまた、双方大会は現在、競技形式で行われており、分断間に競争性を持たせ、互いに競い合うことで、消防団員の技術力向上を目指しております。次に、その効果といたしましては、出場団員を含めた各団員が操作手順を集中して訓練することを通して、 火災現場において適切な消火活動を行うことができ、併せて消防活動への意識向用と、団員間の協力体制の構築にも役立っているものと認識しております。次に、放水による双方への変更と環境整備についてであります。正しい操作手順の習得は、現行のいわゆる空双法でも対応できるものと考えておりますが、 火災現場における消火活動を円滑に行うためには、いわゆる水出し双方が有効かつ実践的であると考えております。双方の変更につきましては、過去に消防団の要望によって協議したところでありますが、一部からは、団員の負担が増えること、すべての分断において、水出し双方訓練が行える環境にはないこと、さらには、早朝や夜間の訓練に、え練習になるため、 エンジン用に対する地域の理解が必要であることなどの課題が挙げられ、その結果、当面、現行の空送法を続けることに決定した経過にあります。なお、北会津地方大会への出場が決定した分断につきましては、会津若松消防署城南文書グランドにて、蜜出し訓練を行う運用を行っております。現在、災害対策における消防団の役割が高まる中で、市では、 消防水利やポンプ車消防団所などの施設等の整備や団員が安全に活動するために必要な装備などの整備を計画的に進めております水雑草法訓練の環境整備につきましても今後の整備課題の一つと位置づけながら優先順位を定めて取り組んでまいります今後とも双方大会のあり方につきましては 実施主体である消防団と引き続き協議しより良い支援に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。斉藤元議員、えー、再質問させていただきます。まずあの港の水問題であります。これはあの、えー、長年にわたって地域が本当にあの念願している。 早く整備してほしいという大事な問題であります。市においてもですね、そういった捉え方の下で整備を進めていくということであろうと思いますが、今ほどの部長の御答弁の中では、 まあ、港区長会の陳情に対して、えー、それを、まあ、実現すべく、まあ、検討していると。さらには今後の計画については、えー、今年から始めた水源調査、えー、さ、えーそ、その上で、えー、短期的、中期的、長期的なあ、見通しを立てながら計画を立てるということでありましたけれども、えー、区長会の陳情の中ではですね、えー、ぜひ、5年ぐらいの間に、計画を、整備を、 終わらせるような、そういう計画であってほしいという中身があります。そのことについての考え方を一点お伺いします。それから国保の問題であります。広域化についてはですね、あのー、スケールメリットっていうようなご答弁ありましたけれども、しかし実際的には国においては、給付費を さらに削減するという動きに変わりはないわけでありますね。これが前提になりながら、国保財政の健全化っていうのは、市町村から都道府県に、先ほど壇上でも申し上げましたが、ただ責任を転嫁するというだけにしかなっていかない。国の責任の明確化、同時にですね、今このままでは広域化が、えー、26年から9年の間に、えー、国の方では、えー、進めようとしているわけですから、 これに対してですね、懸念される事項。例えば、現在であれば、現在であれば、市町村国保の窓口において、個々の非保険者に対してですね、その医療データ等に基づいた適切な対応等が健康増進活動で役に立てられるとか、そういうような問題が今後都道府県移行によってそれが難しくなる問題であるとか、さらには、えー 収納対策のみが県においては強化されるという懸念。こういったことをきちっとやはり一つ一つの課題を明らかにしながら検討ししていくことが必要だろうというふうに思いますので、再度その点についてお考えをします。それから、あの、双方大会でありますけれども、あの、北江津地区大会に、えー、出場する自動車ポンプと小型ポンプについては、城南文書で、えー 訓練練習ができるようにするということであります。これは、あの、本市の代表ということで、それで結構だと思いますが、しかし、同時に、あの、住宅地においてはエンジン音の問題等が出てくることは考えられますが、しかし、えー、各分団と話をしながらですね、その、騒音が、エンジン音があっても、 比較的邪魔にならない時間帯っていうのは、夕方の早い時間帯であるとか、それはあると思うんですね。そういった点も踏まえて、実際に多くの金をかけて、えー、水出し訓練ができる環境を整備しなくても、簡易的な方法で整備を進めていく。というような、あれあの、マットを敷くであるとか、あるいはその水をはじかす部分について、えー、特別な、あ その水を受け止めるような施設を整備するであるとか、ごく限定的な方法も検討されてしかるべきだと思いますが、その点についてお伺いいたします健康福祉部長、えー。港の水問題に関する再質問でございました。えー、区長会の方からあ 要望をいただいているわけでござい4点ほど要望をいただいておるわけでございますけれども、今、議員お忠氏の5年計画を策定した上で整備を進めていただきたいという旨の要望を受け,止めて,受けております。で私どももその、給水施設未整備地区については、あまあ、簡易水道地区や飲料水供給施設とはまた違って、 非常に困難な状況にあると、これは重々調査の中で確認をしてきているところでございますので、そう長い期間かけてやるわけにはいかないということでございますので、この口を会から要望いただきました計画年次については、私どもが策定する方針、あるいは整備計画において、十分尊重させていただきたいと、こんなふうに考えております。でできるだけ短い期間で整備をして 先ほど本答弁で、短期的、中長期的な考え方ということがございましたので、それにつながる、中長期につながるような内容で計画を策定していきたいと、こんなふうに考えてございます。それから、国保の広域化に関する諸課題についてというお尋ねでございます。議員からご案内がありましたように私どもは今例えば お保険財政共同安定化事業等々で、えー、交付金よりも拠出金が多くなっているという実態にございます、これはあ、まあ、の保険料のもん国庫税だけの問題ではなくて、その医療費が低く抑えられていることによって、えー、そういう逆罪が生じていることも一部あろうかと思います。でえー、国保の広域化になって県 都道府県標準、例えば保険料等になった場合には、一番厳しい財政状況になるのは、私どものような逆座にある自治体だと、こんなふうに考えてございます。そういったこともございますので、これはもう、介保険ということで、一保険者のみで対応できる問題ではないわけでございますが、県、あるいは先ほど申し上げました、市長会、それから国交・中央会、 これらの予防事項、それでございますので、それに積極的に上げていく必要があるだろうというふうに考えてございます。それから、健康づくりに関する、健康増進にかかるお正しい、いあったかと思うんですけれども、今、今年の10月から、国保は、KDB、すなわち国保のデータベースを市町村にまで開放するというような考え方を持って、 今、私どももそれを使って、保険指導、あるいは健康指導ができるような検討をしてございます。で、この流れはそうそう変わるものではないだろうというふうに考えてございまして、まあ、今のところ、私ども保険者としてできるのは、やはり医療を抑制するのではなくて、医療費を抑制していくためにはどうすればいいか、決して個々人の方の医療を抑制するという方向ではなくて、 その方が疾病とか介護に至らないようにするにはどうしたらいいかと、そういう視点で今、さまざまな国宝、それから健康増進、介護含めて全体的な、部の全体的な取り組みの中で、考え方を整理して進めているところではあります。で例えば、先ほど私どもの方で、特定健診の話をさせていただきましたが、それに伴う 特定保険指導を実施いたしますと、1人当たり医療費が大体、受診しない方に比べると、大体7000円近く下がっているという分析もございます。これを全体的なものにいたしますと、受診率1%改善で、おおむね4500万ぐらい医療費が削減できるんではないかと、こんな見通しございます。で、こういったものを一方でしっかり捉えながら、 医療費を抑えつつ、その医療費抑制はあ、国保加入者の保険税の抑制となってつながるというふうに期待を持ちながら課題を整理して、えー、来たるべき、えー、あの制度改正に備えていきたい、こんなふうに考えてございます市民部長。えー、私は、えー ポンプ双方ににる最大のおおたたしし答えを申し上げたいと存じます、えー、議員があのポンプ双法を常に地域で間近に見られておられて、えー、お感じになっているその思いを今日はとろしておられるんだろうというふうに挨拶をしておりますがもと、えー、より先ほどの答弁で申し上げましたとおりポンプ双法そのものはいざい一朝有事の際に、まあ、火災が起こった場合に迅速かつ 安全確実に消火活動をするための手順と技術をコンパクトに、そして合理的にまとめたものが、ポンプ走法の訓練でございます。これを消防団員が一人一人が身につけていくこと、これは必須の条件であろうというふうに私も思っております。ただし、それと大会に出るということは別問題でありまして、実際、県内の消防団の中にも、ポンプ走法訓練は行うけれども、大会に出ないというところも実はございます。 大事なことは、消防団の意向が、このポンプ奏法について、どういうふうに考えているのかということだろうというふうに思っております。まあ、その上で、かつて分断、各分断の方から、ポンプ奏法の水出しについて、いろいろご注文も一部にありましたので、協議をした経過にございましたが、その件についても先ほどご答弁をいたしましたけれども、団員の中からは、その早朝、 夜のその騒音の問題にかかわらず、水を出してやることについては、かなりの負担がかかってまいります、これについての重圧感といったものが、抵抗としてあるというようなお話がかなり出されておりました。それしかららばではそう言いながらも 七の大会で優勝した場合には、その上位の大会に出なければなりません、そのためにも一定の場所を確保する必要があるんではないのかといった検討をした際に、えー、代替の利用といったものができないだろうか、各分団がどこか別な、自分たちが日頃練習しているところと別なところを使うことができないだろうかというような検討がなされてきた経過にもございますけれども。まあ 特定の場所は申し上げませんが、一定の公的な施設が利用されるというところまでの検討になりましたが、それでやっても、当面は空う法を続けていくというような消防団の判断事があって、現在に至っているという実態がございます。い、まあ、いずれにいたしましまても、 一番大事なことは、いざ火災に出動した際に、隊員たちが安全に活動し、そして火災を最小限に鎮圧することができる体制をどう維持していくのかということでございますので、今現在、消防団の在り方についても見直しをかけてございますので、そういった中の検討項目の一つとして、さらに消防団とこの辺についても協議をさせていただきたいと存じます。以上でございます<上>斉藤元議員 えと港地区の給水施設整備について、えー、あの今回、議会として決議をまとめました、でこの問題、会津若松市議会全体として、えー、捉えて検討してまいりました、したがってです、ね、市において今後の整備計画等がまとまった際にはあの、所管委員会のみに報告ではなくて、議会全体に報告をお願いしたいと思いますが、その考えをお伺いしたいと思います。 健康福祉部長そういった考えで、整備計画、あるいは方針等の策定に向か進めてまいりたいというふうに考えてございます暫時休憩をいたします、再開を16時30分といたします。